クレイジー・ワールド・オブ・アーサー・ブラウンはイギリスのロックミュージシャンアーサー・ブラウンが1968年に発表したアルバム及びこの作品の録音とツアーのために結成されたロックバンドの名称。音楽的な系譜ではサイケデリック・ロックのほか、クラム・ロックやシアトリカル・ロックの草分け的な存在で頭から火を出しマスクをかぶって歌うアーサー・ブラウンのパフォーマンスは 70年代のアリス・クーパーなどに影響を与えている。アルバムはピート・タウンゼントがキット・ランバートと共同でプロデュースした。USA ツアーの際、飛行機恐怖症で参加を拒んだドラマーのドレーチェン、シーカー、神経衰弱になったキーボードのビンセント・クレインの穴を臨時メンバーでこなした、帰国後に雇われたのは、後に L&P で知られるドラマーのカール・パーマー。 キーボードのピート・ソリーである。後に、クレインが復帰するが、再度の USA ツアー中にパーマー、クレインは脱退、アトミック・ルースターを結成した。グループ及びアルバムが、今日まで知られているのは、シングル、ファイヤーのヒットによる。この曲は、全英シングルチャートの首位を獲得したほか、アメリカのビルボードホット100でも2位に輝き、1968年を、 代表するヒット曲の一つである。これがバンドにとってもアーサー・ブラウンにとっても唯一チャートインしたシングルとなった。アルバムはイギリスで2位、アメリカで7位まで上昇した1966年アーサー・ブラウン、ビンセント・クレイン、ドレー・チェン・シーカーにより結成。1967年ニコラス・グリーン・ウッドを加入。1968年ブラウン、クレイン、シーカー。 グリーンウッドで、ファーストアルバム、クレイジーワールドオブ、アーサー・ブラウン録音。USA ツアー中にクレイン、シーカーが脱退、ディック・ヘニンガム、ジェフ・カトラーを急遽臨時メンバーに加えて、ツアー続行。ブラウン、グリーンウッドは帰国後メンバーを探し、ピート・ソリー、カール・パーマーを加える。10月に、クレインが復帰するが、USA ツアー中に、クレイン、パーマーが、脱退。 二人はアトミックルースターを結成する。1969年4月にブラウン、ジョン・マーシャル、マックロー、デニス・テイラー、シーカーでブラウン、クレインの共作曲スペース・ブラックスを録音。ブラウン、シーカー、アンディ・リッケル、ジョージ・カーン、ジョン・ミッチェル、テイラーでセカンドアルバム、不思議の国のアーサーを録音。その後ブラウンは別バンド。 キングダムカムを結成、テイラーは、ファーストアルバム発表時の照明担当、サードアルバムのプロデュースとなっている。バンドは2000年にブラウンを中心に再結成。2002年、2003年に、同名義で、タントリック・ラバー、ヴァンパイア・スイートを録音している。ブラウン、クレイン、シーカーの3人で、デビューシングル、デビルズ・グリップ、ギブ・ヒム、エフラワー録音。ファーストアルバム、 クレイジーワールドオブ、アーサー・ブラウン録音。USA ツアー中にクレイン、シーカーが脱退してしまったため、ヘニンガム、カトラーを急遽臨時メンバーに加えて、ツアー続行。シングル B 面、What's h a p p e 録音。これが、パーマーがこのバンドで録音した、唯一の曲である。10月に、クレインが復帰するが、USA ツアー中に、クレイン、パーマーが脱退。スペースプラックス録音。 この曲はセカンドに収録。セカンドアルバム、不思議の国のアーサーを録音。サードアルバム、タントリック・ラバー録音。フォースアルバム、バンパイア・スイート録音。ありがとうございます。